チェルシーテラスへの道は、ジェフリー・アーチャーが1991年に発表した小説。1900年にイーストエンドの貧しい大道商人の家に生まれた主人公、チャーリー・トランパーがウエストエンドに百貨店を築き上げるサクセスストーリーを描いている。本作品はアーチャーがサーガと呼ぶ長編の系統に属している。 アーチャーは1979年に発表した、初めての長編、ケインとアベルにおいて、二人の主人公の視点を交互に、描き、物語後編で、双方の運命を工作させる手法を試みているが、1984年発表の、長編、目指せ、ダウニング街十番地においても、同じ手法を用いており、以後は、長編のスタイルとして確立した。日本語版翻訳者、 長井厚は本作を、ケインとアベルを彷彿とさせるものと表している。登場人物名を冠した各部の冒頭に、その人物自身による叙述を、太字で記載する、登場人物の手紙を、手書き風に記載するなど、実験的な手法が用いられている。現代の、アズザクローフライズは、イーストエンドに生まれた、主人公が、ウエストエンドで成功することが、 直線距離にしてそれほど離れていないのに一生をかけた事業だったということを示している。ありがとうございます。